ちは、月下光です。今回はイエス双子説2回目になります。イエス双子説をちょっと深掘りしていろいろ調べてたら、なんと先日のやりすぎ都市伝説の話につながってしまったということで、私もちょっとびっくりしたんですけど、そのお話をしたいと思います。前回イエスたちユダヤ人がローマ帝国の支配を受けてちょっと苦しんでる状態だったっていうお話をしたんですけど、もう少し詳しくお話ししたいと思います。ローマ帝国の傀儡政権、操り人形ってことですね、であるヘロデ王っていう人が、イスラエルというかその辺を支配してました。この人イスラエル人じゃなくてアラブ人です。なのでユダヤ人からしてみたらすごい反発があったんですね。でローマ帝国はちょっといろんな国を支配下に置きすぎちゃって、自分たちでその政治ができない状態になってたので、自分の言うこと聞いてくれる人を王様にしていろんな地域を治めさせてたらしいです。でだけどユダヤ人としてはもうこんなアラブ人なんかに支配されてるの嫌だっていうことで、真のメシア、メシアってなんか救世主っていう風に理解されてますけど、本当の意味は王とか預言者ってことなので、そのメシアっていうのはユダヤ人にとって、失われたユダヤの王、ユダヤ人の王様が欲しいっていう風で、すごい反発してたわけですよ。熱心党っていうレジスタンスグループがあったそうです。でこの熱心党の人たちがローマに対するレジスタンス活動をしてたらしくて、結構小競り合いしてたみたいですね。でイエスっていうのはなんかダビデの子っていう風にも表現されますけど、実際はダビデの子供ではなくって、ダビデ王っていうだいぶ昔の王様の一応血筋ではあったらしいんですね。でなので自分がユダヤの王だっていう風に名乗りを上げて布教活動を始めました。でイエスのやりたかったことっていうのは、その当時ユダヤ人のユダヤ教の指導者も腐敗してて、すごい権威主義で偉そうだし、あとお金拝金主義になってたので、そういう権威主義とか拝金主義を否定してユダヤ教を改革しようとしてました。イエスの考え方としては、ユダヤ教だけが偉いんだ、ユダヤ教だけが正しくて他の異教徒は殺してしまえみたいな考え方は全然なくって、エジプトとかギリシャとかバビロニアとか周辺の国の宗教にもすごく理解があって、みんなで仲良くしましょうっていう教えを知ったんですね。でよくイエスってアガペって言われますけど、隣人愛っていうやつですね。これはどうも異教徒と揉めないで仲良くしましょうっていうことだったらしいです。日本人からしてみたらそんなの当たり前じゃんって思っちゃうんですけど、なかなかね、あの辺の中東の人たちは今でも揉めてますし、すごい難しかったみたいですね。だけどその預言者としての力もあるイエスからしてみたら、このままではユダヤ人が住める国が滅んでしまうっていう風で、すごく危機感があってユダヤ人の意識改革をしなきゃいけないっていう風で一生懸命活動してたみたいです。でイエスの考え方としては男女同権、女性も同じように尊重されるべきだっていうふうに考えていて、なので女性をなんか貶めるようなことは一切してなかったみたいです。そうやって考えるとちょっとカトリックは女性の地位がすごく低いので、ねって思っちゃうんですけど、そんな感じの時代でした。なんかこの権威主義とか拝金主義を否定して意識改革が必要なんだ、このままでは国を失うよって、であれなんか誰かと似てません言ってることがってちょっと思ったんですけど、ね、某 S さんですよね。私最近それを調べてて、あれ関さんってもしかしてイエスを目指してるのかってちょっと思ったんですけど、どうなんでしょうね。ユダヤ人の考え方としては、これちょっと前の動画でご紹介したユダヤ人の研究者の方が日ユダ争論について研究した本なんですけど、この中に失われた十氏族がイスラエルに戻ることになると、その時にメシアが降臨して、で世界は平和になるっていう、そういう教えというかがあるらしいんですね。そうやって考えるとなんかすごく妙にそのユダヤ教の人とか
まあ、トランプ大統領もそうなんですけど、イスラエルにこだわる理由がなんとなくちょっと見えてくるかなって思いました。神秘学の話なんですけど、神秘学の神秘思想の中に錬金術という考え方があります。錬金術っていうのは一番一般的なのは、なんかそんなに高価でない金属黄金に変えるっていう、まあ、魔法みたいなイメージがあるんですけど、黄金に変えるのができたかできてないかっていうのはちょっと、まあ、微妙な話なんですが、そうやって物質をいろいろ変化させるっていう実験を繰り返していたので、錬金術師っていうのはその近代科学の基礎を築いたんですね。で、私その錬金術ってそういう物質を変化させるっていうことしか知らなかったんですけど、どうも調べてみると、その錬金術っていうのは、物質の錬金術っていうのは一段低いものであって、本当はもっと重要なものは精神の錬金術なんですって。なのでそのこの世で魂を磨いて精神がレベルアップするっていうことの方がすごく重要な錬金術で、その物質の錬金術と精神の錬金術は双子っていう風に表現されてるんですね。あ、ここでも双子が出てきたと思って、双子ってやっぱり重要なキーワード、聖書にとって重要なキーワードなんだなっていうのを感じました。まあ、さらにそのイエスが本当に処刑されたのかっていうので、その双子の弟かちょっと兄か分かんないんですけどが身代わりになったんじゃないのかっていうのを中見敏夫さんという方の本で、まあ、検証されてるんですが、まずすごく不思議なのが、福音書が4つあるっていうお話前回しましたよね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つなんですけど、この4つの福音書にそれぞれ処刑の様子が書かれてるんですが、なんと日にちと場所が違う、4つの中で矛盾してるらしいです。1日とか2日ぐらいずれてて、私たちの一般的なイメージではイエスが十字架を担いで坂道を上がってゴルゴタの丘に登って、そこで十字架に貼り付けされて、その間みんながすごい大勢の人が見てたっていうイメージあるじゃないですか。どうもあれも全然違う話が書いてあるみたいで、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの中で一番誰が書いたのかよくわかんないのがヨハネらしいんですね。ヨハネってイエスの周りにヨハネっていう名前の人十二使徒でもいるし、いろんな人いるんですが、でもどうも誰かわかんないらしいんですけど、でも内容的には一番ヨハネの福音書が実は正しいんじゃないのかっていうふうに中田敏夫さんは言われていて、ヨハネの福音書によると十字架にかけられたところには園があった、まあ、なんか花園みたいなところがあったっていう風に、で誰も葬られたことのない新しい墓があったそこにはっていう風に書かれてるらしいんですね。ゴルゴタの丘は不毛の丘って言われるぐらい何も生えてない植物がないところなので、園ではないし、しかもそのイエスが十二使徒と一緒に最後の晩餐を取るシーンがあるんですけど、その近くにゲッセマネの園っていうところがあったんですね。なんかしかもその最後の晩餐の後、十二使徒がなぜかみんな眠っちゃうんですよ。なんで眠っちゃうんだろうっていうのが、大事な人が処刑されるような重要な時になんでみんなそんな簡単に寝ちゃうんだろうっていうのも不思議で、それってどうももしかしたら十二使徒にワインを飲ませるじゃないですか、これが私の血ですって言って、そこに睡眠薬みたいな、なんかモルヒネとかそういうアヘンとかそういったものを結構使用されてたらしいんですけど、麻薬みたいなのを飲ませて眠らせて、でその間に処刑が行われたんじゃないのかっていう、まあ、お話を書かれています。処刑が行われる時も普通に考えてみたら、いくら身代わりになってもそんな兄弟をね見殺しにするなんてちょっとイエスひどいなってなるじゃないですか。いやでもやっぱりそれも実は死んでないらしいんですよ。十字架にかけられて刺したりとかするじゃないですか、それでどんどん弱ってってぐったりするんですけど、その時に気を失わないようにお酢を嗅がせて気付け薬で目を覚まさせたりするらしいんですけど、なぜか気付け薬みたいなスポンジになんか吸って嗅がせたら
そしたら起きるどころかそのまま死んじゃったっていう記述があるんですね。なので死んだんじゃなくて、そのさっきも言ったようなそのアヘンとかモルヒネとかそういったものを嗅がせて仮死状態にして、で死んだように見せかけて、で、まあ、遺体を引き取らせたんじゃないのかっていうふうに言われてるんです。でそれがなんでかっていうと、聖書の中の記述でイエスの死体を引き取ったのはアリマタヤのヨセフっていう人なんですけど、その人がイエスの遺体のことをソーマっていう風に表現してるんですね。で本当の死体はプトーマっていうんですって、ギリシャ語で。でソーマっていうのは生きている体のことで、しかもソーマって古代インドにソーマ神っていう神様がいるんですけど、不死を意味するんですね。繋がってきましたね。なんか不老不死の話出てましたよね、やりすぎと死ねえ説で。さらにこれをバイブルコードで考えてみると、ソーマ、S-O-M-A で生きている体のことを言います。で、プトーマは P-T-O-M-A で死体のことです。ギリシャ語です。で、このソーマは古代インドのソーマ神も表してるんじゃないのかっていう話なんですけど、このソーマを S を取って後ろに回して、でこの T っていうのが十字架を表すアルファベットなんですって。でその T をつけるとトマスになるんです。でトマスって前回も言ったように双子の意味なんですよね、双子っていう意味。でさらにこのソーマとプトーマを足してちょっと入れ替えると、P だけちょっと避けるんですけど、トマス、オマ、このオマっていうのはなんて生き写しであろうかっていう、すごいそっくりだっていうびっくりしてるなんか表現らしいんですよ。でトマスは双子ですよね。すごいそっくりな人だねっていう言葉が隠されてるっていうふうに言われてるんですね。でさらにそのバイブルコードで言うと、イスカリオテのユダって十二使徒の中でイエスを裏切ってイエスを処刑させたっていうので、すごい極悪人みたいな風に言われてますけど、このイスカリオテのユダっていうのはイスカリオテってこうやって書くんですけど、この中にイスラ、これはイスラエルのことで、このリオとはここの前にパッと入れるとパトリオットで愛国者っていう意味なんですって。で、シカリ、シカリっていう言葉もこの中に、イスカリオテの中からこうやって言葉が出てくるっていうふうに言われてるんですね。これを全部合わせると、シカリっていうのはさっきも言った熱心と、あのローマ帝国に対するレジスタンスの党の中でもさらに過激なプロの暗殺者集団らしいんですよ。イスラエルの愛国者でさらにシカリっていうプロの暗殺者集団のユダっていう風に捉えられるらしいんですね。っていうことはイエスのその弟子たちっていうのはイスラエル、まあなんだろう、今風に言ったらイスラエル解放同盟とかなんかそんなようなレジスタンスグループの人を抱えてる、もしかしたらイエスもそうかもしれない集団だった、結構過激な集団だったので、でさらにそのユダヤ教の指導者とかもめちゃくちゃ批判してたので、ユダヤ教の指導者には狙われるわ、そのローマ帝国にも狙われるわ、結構危ない状況だったんですね。中見敏夫さんが言われるには、そのまま捕らえて処刑をしてしまうと、そのかえってやっぱユダヤ人が混乱してものすごい反乱を起こす可能性があるので、処刑をしたふりをして追放しようとしたんじゃないのかっていうふうに、それでローマ帝国側と取引をしたから、まあ、いろんな小細工をしたんじゃないのか、それが聖書にこっそり表されてるんじゃないのかっていうふうに言われています。でそれをさらに表現してる箇所があって、例えば処刑をする責任者のローマ総督ピラトっていう人がいるんですけど、この人がイエスにお前はユダヤ人の王かって何回も聞いて、イエス本人にピラト自身はイエスをどうやって扱ったらいいのかっていうのを相談してるんですよ。なぜか
それに答えたイエスが、もうお前は与えられた役割を演ずればよいと言ってるんですね。じゃあそれはどういうふうにしたらいいのかっていうふうにピラトが聞いたら、モーセと預言者たちはイエスの死と復活を予告しているんだから、それを演じればいいと。そんなふうなやり取りが、まあ、そういうふうに解釈できるやり取りがあるということから、もう全ての筋書きがあったんじゃないのかっていうふうに言われています。でこれも前回も言ったように、異端として捨てられた聖書に含まれていない書物が見つかったから、いろいろ分かってきたということなんですね。イエスの十二使徒です。前回ペトロのことペテロって言いましたけど、どっちでもいいです。ペテロでもペトロでも、この人が初代ローマ教皇です。イエスの一番弟子っていうふうに言われてる人ですね。でペトロの弟のアンデルがいます。でさっきも言ったイスカリオテのユダ、裏切り者っていうことになってますが、まあ、実は一番その協力した人なのかもしれないです。このイエスの、まあ、処刑と復活を、バルトロマイっていう人と小ヤコブ、大ヤコブ、そのヤコブっていう人は2人いたので、まあ、ちょっと小と大つけて区別してます。でフィリポ、ヨハネ、トマス、マタイ、タダイ、シモンっていうふうにいます。でこのトマスが、トマスってさっきも言ったように双子っていう意味ですよね。さらにこの十二使徒のトマスってディディモのトマスっていう風に言われてたらしいんですけど、ディディモってディディモも実は双子っていう意味なんですよ。双子の双子っていうなんか不思議な名前になってるんですが、イエスには兄弟がいました。兄弟、イエスの兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダ。このユダっていうのがユダ・トマスっていう風に言われて、この人が双子の、まあ、弟か兄か分かんないですけど、じゃないのかって言われてます。そのユダ・トマス外伝っていう書物が、その異端の書の中に見つかったんですね。さらにこの十二使徒のこのトマスはイエスの命令でインドに布教に行って、インドで殺されてます。でそのユダ・トマス外伝にもイエスの双子の兄弟であるユダ・トマスはインドに行って殺されてるっていう風に書かれてるんですね。インドなんです、最終的に。でこのやっぱイエスの兄弟でもあり十二使徒でもある重要なポジションにあるトマスという人がインドに行っている。でそのイエスの処刑の、まあ、真相を知っている人なので、多分重要ないろんな情報を持ってインドに行かれたと思うので、もしかしたらインドにまだ発見されていない重要な情報が眠っているのかもしれません。というわけで今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。また見てください。